がね、また心地よくてね、いいですよね。連続100までですよ。できない、私たちにはできないね。できない、まだそこまで行かないね、到達してないです。頑張りましょう、はい、言っとく、親方に言っとくね、はい、私は親方じゃない、そう言っとく、ね、言っときます。では続いてのチームさん参りましょう。四つ街道まずおかの皆さんでございます。どうも、はい、四つ街道まずおかの皆さん、よろしくお願いいたします。あのね、代表さん、代表さん、こちらこちらね、あんたも久しぶりね。あ、こんばんは。薬師丸ゆきこさん、朝の日向です。打ち合わせしたんです。打ち合わせしたでしょ、あんたたち。よし、ね、見てました。あ、見てました。見て、これはやらなきゃなと。そうなんです。打ち合わせしてない。してない、してない、あ、してないって。してない、夏子、夏子ちゃんしてないって言うからさ、ね、でも、ひろこでひろこで薬師丸ってこと。あ、そう、よく考えたわね。よく考えたね、あなたたちの代表ね。さすがだね。でね、すごくね、あの可愛いチャーミングな代表だけどね、いろいろあるんだよね、あなたもね。何？あのね、あの聞いてんの、あのね、よさこい堂ってね、毎年あの伊東洋華堂のね、広場でされるよさこい堂、皆さんもね、あの参加されると思うんですけど、そこのね、柵に頭突っ込んで取れなくなっちゃったことあるっていう聞いたのよ。誰言ったの？柵に頭突っ込む。そう、なんか柵に頭突っ込んで取れなくなって、でね、なんで入れたかみんなわかんないって。なんであれ入れたの？みんなね、きっと聞きたがってると思う。なんだっけ、ペットボトルだっけ？取ろうと持って顔入れちゃうら、そのまま抜けなくなる。ペットボトルを取りたくて。抜けなくなっちゃって。うん、抜けなくなっちゃって。みんな笑ってるみたいな。うん。で、笑わないで取ってよみたいな。そうそう。で、取れたのね。あの、脇をかけてみたいな。開けて。くれて。うん、じゃあみんないなかったらもうずっとこうなってた。そう、そう、今考えたらそうね。ねえ、3日も4日もそんなんね。お母さん大変ね。だねえ、そう。それとね、はい、あ、じゃあ違うの、今度いい話で親方から聞いたんだけど、だいぶ前のさ、こういう時親方がちょっと悪くなって、助けてくださったね、あのメンズがいらっしゃるんだけれども、あ、今日ね、ちょっと見えないわね。あ、残念、今日休み。今日休み。1人だけ今日休み、あ、2人休みだ。その2人のどっちかよ。志乃さんがね、助けてくれた。助けてくれたというかね、優しく、大丈夫ですか？言いそうです。大丈夫ですって言ったんですけど、親切も、あ、それでもうね、なんといいね、メンズなのかと思って。伝えとこうね。伝えてくださいね。な、今日、こっちないの？来てない、残念だった。なんだ、いつもいいのにね。そうね。今日だけいないの。そう、いないでしょ？いないの。いないの、ちょっと。どれ？あ、いないのよ。いないの。いないのよ、そう。ますね、よろしくね、はい、でもいいかな、はい、いいかな、どうもありがとうございます。では準備の方よろしくお願いいたします。四つ街道まよかの皆さんです。まよかさんです。お願いいたします。会場の皆さん、こんにちは。四つ街道まよかと申します。和気あいあいの皆さん、20周年おめでとうございます。私四つ街道まよかも実は2年前にですね、10周年を迎えました。これも皆さんのおかげでございます。今から、あ、ありがとうございます。披露させていただきます。大川一新、仲間とともに10年目を迎えるにあたって、本当にいろんなたくさんの壁にぶち当たりました。それでも10年を迎え、また新たに舞岡メンバーが一つの心にして、仲間と共に前を向いて振り返らず歩いていこうと決心したこの作品です。まだまだ和気あいあいさんの20年には追いつきませんが、そちらを目指して楽しく歩いてまいります。今後も四つ街道舞岡どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日一日全力で演技いたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
それを言います。四つ街道舞踊家、大川一新、仲間と共に、いざ！決して平らな道ではなかった四つ街道舞踊家仲間と共にいざ熱き楽しみ烈火のごとく燃え上げ艦長らが修羅の道へ突き進むはぁ、進むふっ進むふっ進む雨は雲は去り新たな光が降り注ぐ ありがとうございました。